岩見沢行きの普通列車は岩見沢方面降雪の影響を受けまして、ただいま江別から先岩見沢方面の列車は運転のめどが立っておりません。なお詳しい運転状況が分かり次第放送にてご案内いたします。江別から先岩見沢方面ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけしておりますが、列車の運転再開までもうしばらくお待ちください。全く行き先を告げず後輩を北海道に連れてきたものの、大雪の影響を受けて未だに札幌市内で足止めを食らっています。前回は丸山動物園に来ましたが、今から札幌ビルへと向かいます。札幌ビル園でビール4杯飲んだ、以上。今回北海道でね、結構天候が悪くて、悪くてって言っても大雪なんですけど、道内のね特急列車が結構運休で、3月2日の特急列車については道内の特急列車全て運休になってまして、で札幌でもともと1泊する予定だったところを2泊してるんですけど、ホテルマイステージ札幌アスペンという、まあ、札幌駅から徒歩2、3分ぐらいの本当にすぐ近くのね、結構いいホテルに泊まっています。結構ね、札幌でもこれぐらい雪が積もっていて、本当にこの今年のね冬、雪がすごいということで、まあ、明日も元々の予定では特急列車ちょっとずつ動いていくかなって感じだったんですが、先ほどね、JR 北海道から発表があった明日の予定を見ると、旭川とか網走の方面に行く特急列車もほとんど運休で、15時、3時の特急列車だけしかないみたいですね。旭川の方に行って、そこから旭川から網走の方はまた、特急列車が動いてるのかなという感じで、明日はまた1日移動の日になるかなと思います。その特急列車の、ね、運休が決まってる時点で、旭川に行って旭山動物園とか行こうかなと思ってたんですけど、旭山動物園に行けるような特急列車も動きそうになくて、ずっとね札幌で足止めという感じです。残念ですが仕方ないですね。そんな感じです。札幌に足止めくらって3日目です。どうですか気持ちは。酒が美味しい。じゃあ駅行きましょう。ありがとうございます。来たか忘れてた。電車が動かなくなった。そんな時はこれ。もう皆さんお気づきだと思いますが、現在札幌から旭川方面に行く高速バスに乗っています。札幌旭川駅間はですね、高速バスと特急列車が、どちらも便利で安く移動できる手段として使われてまして、今回ね、残念なことに札幌旭川駅間特急列車が、この日も運休ということで、泣く泣く高速バスに乗り換えて旭川駅までとりあえず移動しようと思います。皆様ご乗車お疲れ様でした。まもなく終点旭川駅前でございます。どなた様もお忘れ物のございません。こっちも見てほしいな。この美しいよね。見てよ。今日一日で唯一動いとう特急列車が。すごい、ね。この辺で唯一。でも逆にほんまに奇跡なぐらいやろ。この
大雪にぶち当たってすごい沈み方がやばい、ね、かかとから入れたらもうガッチリ入ってくるほんまやかかとこうやって入れたら箸なんか当たりそうですもんね。あー確かに、あ、ほんまやな。確かに車通れなさそうなの、トラックとか。トラックは無理ですね。うん。うまいね。すごいな、すごいな。本当は1日前、丸1日前にいるはずだったんですけどね、この旭川駅。よいしょ。初めて僕17時5分発の特急大雪3号に乗って網走に向かいます。次回は特急列車に乗って一路東へ。今日のね4日目がメインイベントということで、メインっぽくないですけどね。